皆さんちょっと突然なんですけど、もし僕にじゃんけん勝ったら、これ今日買ってきた、この iTunes カード2万円分差し上げますよ。それじゃあ行こうか皆さん。それじゃあじゃんけんいきます。最初は長期、じゃんけんよー！こんにちは、ウルです。いや、皆さん、ついに本日、テンスラコラボ開催！やったー！きたいや、ようやく開催されたよね。いや、もうどんだけ待たせんねんみたいな。すごい、いつ開催されんのみたいな。もう、もはや忘れてんじゃないのみたいな感じの状況になってたんですよね。皆さんの中で。いや、僕もね、そう思ってたんだけど、いやね、なんか、テンスラコラボありますよ、みたいな生放送で放送しておきながら、なんか、一旦ガンダムコラボ挟んでからのテンスラコラボみたいなね。いや、この期間何みたいな。しかも、この期間の間にね、しかも酒ガチャまで入れてくるみたいな復刻の。いや、もう、はよ開催してくれ。いやね、それぐらい待ち望んだコラボなんですけど、いや、あまりにも遅すぎてね、僕山本、パズラプロデューサーの山本とね、隣のマンションに住んでるんでね、カレーをお裾分けしながら、伝えに行ったんですよ。山本、みたいな。これ、パズドラ、テンスラコラボ、これ、いつ来んのみたいな。忘れてるんじゃないのみたいな感じで言ったらね、通報されたんですけど、いやね、もうだから、いや、ようやく楽しみにしてたテンスラコラボが来たということで、さっきね、チラッと見せたんですけど、いやね、もう張り切って、もう今回2万円分の iTunes カード買っちゃったよね。いや、もうすごく大金です！いや、マジ大金ですよね。なんか、皆さん、勘違いしちゃダメですよ。パズドラ YouTuber のいろんな方を見すぎて、あなたたちは、金銭感覚が狂ってる。いや、これ2万円あったら皆さん何ができますか？いや、2万円あったらね、なんかちょっといい感じのパスタとか食えるんじゃない？しかも2万高っ。でもですね、ここちょっと今回はね、いつもと違うんですよ。これ一応2万円分のね、iTunes カード買ったんだけど、これはもう予備ね。予備っていう言い方意味わからんけど。いや、これは、もう最悪の手段よ、これは。いやね、なんと今回、僕ですね、無課金っていうかなんか知らん、無課金なのかわからないけど、なんか重な、なんかいろいろ積み重なったやつか何かわかんないけど、なんか魔法石課金する前から270個あんのよ、だからね。いや、今回は、いや、いつもだったら、これ、なんか生活費を切り詰めた2万円で、爆死して引退する動画みたいな感じになってるんですけど、いや、今回はですね、なんと、この無課金で、これ必死に集めた魔法石が全部溶けて引退する動画となっております。いやーね、今まで、ちょっとパズドラのガチャ動画を5本か6本ぐらい出してきたんですけど、いやね、その出してきた中で、もう一つのイベントごとに引退しなかった過去がないんで、いや、だからね、いや、ま、今回も引退、対するんじゃないかなみたいな感じになってるんだけど、いや違いますよと。いつものウルワホイと輝きが違うでしょ皆さん。これ見て、この爪の光沢具合、爪切るの減った。なんとですね、今回、いや昼ご飯にカツ丼食べてきました。いや、これはもう完全に出るね。いや、完全に出ます。もう原価付きかガチ勢、いや入りました。いや、完全にブラボー、伯爵もブラボーって言ってる。いや、ありがとうございます。なんでね、いや、今回ね、これ、カツ丼パワーでね、神引きしていきたいなと思うんですけど、今日昼ご飯にカツ丼食べてね、今、家に帰ってきて夜ご飯食べたんですけど、今日帰ってきた時にお母さんにですね、今日の晩ご飯何って聞いたらね、チキン南蛮って言われました。バカタレ！はい、パズドラ画面に映りました、皆さん。お待たせ！オッケーさ、やっていこうか。いやね、今回、今日この10時からテンスラコラボが始まったんですけど、ちょっと10時の時にはね、僕動画撮りたいから、ガチャ引けなかったんですよ。家にいなかったし。でも、僕の隣にですね、パズドラをやってる知り合いの方がいたんですよ。でね、その人が、ちょっとログインスタンプの、配布のガチャ引くわ、みたいな感じで言ってて、一緒のね、机に、椅子座りつつ、ちょっと見させていただこうじゃねえか、君の引き具合はよ、みたいな感じでさ、すごい高みの見物してたんですよ。そしたらですね、ミリム当てられました。バカタレ！いや、ありえないんだけど。いや、もう膝から崩れ落ちた、椅子に座ってたのに。なんか急にね、膝の支配権を奪われました、その知り合いに。なんか膝の動かし方を完全に忘れてね、もうなんか土砂崩れみたいな感じで椅子から転げ落ちた僕今日ね。もう本当になんか僕ら以外の誰かが見たら、まあ、なんか不審者みたいな、多分隣に座ってた知り合いもね、こいつ何なんだよ、キモすぎみたいな感じで見てたんでしょうね。オッケーさ、やっていこうか。で、
今回全くガチャ引いてません。ログインスタンプさえも引いてない。ほら見てくださいよ、これ入手順に今してるんですけど、これクレイマンがね、孤高の一人で立ってる、ここにとりあえず天はまだ私を見放していなかったみたいな34ターン変身なんですけど、ちょっと待って、なんか椅子がすごいさ、バランス悪い、何これ、リッチ悪すぎ、この防音室ガチで、いやすごい、なんか食い込んどる、待てやばい、なんか地面に、え、そんなことある、なんか椅子のさ足がさ床のところを貫通してるんだけど、そんなことあります、人生において。待て、椅子の棒が、椅子の足がなんか床貫通してるんだけど、どういうこと、下の階の皆さんこんにちはみたいな感じになってる。 OK、 さあやっていこうか。で、そうガチャから引いていくんですけど、いやこれ見てくださいよ皆さん、ちゃんとねダンジョンのやつ取ってきました。テンスラガチャと開催記念、転生したらスレムだった剣ガチャとテンスラガチャ、これ開催記念はねなんか確率絞られてるらしい、だからテンスラのこっちから引こうか、開催記念から。このジュラテンペスト連邦国上級のやつね、いや狙うは、待って見ようか、狙うは一応このリムル&ベルドラとミリムリムル、これミリムリムルってすごい言いにくいよね、いやそこが当たるんですよ、交換できるところなんですよ、7体と10体だったかなそれぞれで、いやーやっぱ狙うは上のリムル&ベルドラ、まあミリムミリムルはいらないかな、でリムルテンペストでミリムナーバ、ここ狙って引いていこうか。で止まらないやつだったらベニマルとかシオンとか、あと白老シュナ、そこら辺欲しいですね。よっしゃやっていこうか。いや今回ね、いやマジで楽しみにしてた、本当に。だって今アニメまだ見終わってないんですよ、3期のね1話しか見てない状態なんで、もう熱々ですよ今。僕のね青春は今テンスラと一緒に過ごしてるみたいな、青春遅すぎだろ僕の。 OK さ引いていこうか。え体調悪いの、待って、どういうことこれ、待って、顔色悪い、しかもマフラー巻いてるし絶対風邪引いてんだろこいつ、厚着だし、え待ってどういうこと、待って、これ風邪引いてんの、風邪引いてるんだったらこれ絶対レアなやつ出ないだろ。 OK さとりあえず引いていこうか、ありがとうございます。なんかねいやなんか体調悪そうだけど、いやどっちが体調悪いんだって話ね、今完全に僕咳出てたけどね、いやそのね、いやこの体調悪そうな、だからこれすごい優しくね体とか温めてあげて、これすごい指で支えてあげて、すごい温まってくれ。 OK 今だ、よっしゃ、とりあえずダイヤ来い、ダイヤ、いやダイヤ止まるか、止まんないですよね、いやおじいちゃん、おぼろ流水山、いやガチ白露かっこいいんですよね、あの声優さんがね、あの鱗滝の鬼滅のと一緒なんですけど、いやそういう世界線もあったかもね、なんか炭治郎のね判断が遅すぎてもう切り刻んでしまう師匠バージョンの鱗滝も存在したのかもしれない。オッケーさ、称号、あ待って、これそれだわ、これ皆さんこれ称号をつけてないのダメだわ、やっぱテンスラの称号をつけてからガチャを引く、これがマイルーティーン。オッケーさ引きます、テンスラガチャ、これ確率高くなってますから、これ僕の知り合いはこれでミリムを当ててました、で他のねいろんなやつ見たらなんかリムル当ててる人もいたし、リムルベルドラも当ててる人いたんで、いやそんなんだったらね、いや僕もなんか確定枠出させていただいて。オッケーさ引きます、オッケーさとりあえず金玉はありえないね、いやだって確率が上がってるんですもんさっきより、それなのにねさっきの開催記念の確率低いですよみたいなやつでダイヤ出たのに、ここで金玉出たら本当に金玉が本当に磨いてやろうか。オッケーさ金玉磨きたいなと思います、金玉出たら。オッケーさ行きます、来い、とりあえずダイヤ来い、ダイヤ、止まれ、本当に兄貴、マジでマジで本当にガチで、いや本当にゴゴゴラミリス、いやマジで嬉しいわこれ、普通にラミリスね、めちゃめちゃラミリスめっちゃ好きなの、なんかリーダースキル迷宮創造、そう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 、いつもすぐそばにある、譲れないよ誰も邪魔できない、体中に金玉金玉、あ出た、このなんか一瞬リムルの相方と言われてたヤムザ、ほぼヤクザなんですけど名前が、これね皆さん見てくださいよ、これリーダースキル名5本指の中指、やばすぎんだろう、いやーやっぱりですね皆さん、山本のことは誰よりも僕が一番わかってる、山本と一緒に青春を歩んできたと言っても過言じゃないもんね、初めての出会いはそう幼稚園の時、あれから大学まで全部学校一緒だったよな、いやだからねこれ分かってます、山本のあの魂胆は、これねあの石を使わないと出してくれない、山本ってあのツンデレなんで、あの皆さんが思ってる以上に、なんでこれ5連で引いていこう、まずはきたー、オーケーさ5連で引いちまうんですね、いや僕まで来たら、僕のレベルまで行ったらね、今あの5連で引いちゃうと、まあ皆さんのレベルだったらね、もうなんかもうすごい課金しまくりみたいな、僕が一番レベル低いです、なんか僕のレベルとか言ってるけど僕が最低編です、こんにちは、オーケーさ引いていこうか、
なんかね、こんなに体が全部これ真っ白な感じなのに、なんでこれ顎だけ金なの？すごいなんか取り付けパーツみたいな、なんかダウンロードコンテンツみたいな感じになってない？この顎。なんでこんな顎だけ黄色いの？この人。すごい、顎だけ塗装剥げてるんだけど。オッケーさ、下げてね、いきますよ、皆さん。うわ、下げてねー！オッケーさ、全部ダイヤガスドバサブ！本当に？待って、待って。なんかおじいちゃんなんか2体いたよね今一瞬。え、老人ホームなんか一瞬なんかおじいちゃんがなんか横2列でいたんですよ。なんか二人三脚みたい。いや止まれガチで止まれ。いやー止まんないですよね。ゴー。いや待って、白老、え、だよ、宗衛、シオン、これベニマルですわ。これ完全にベニマルですわ。これね、皆さん点すらわかんない人に教えますと、このね、あの4人、これ同じ種族です。これなんかもう一人ね、なんか刀鍛冶みたいなところに行った、なんかあの、ムキムキのなんか山田五郎みたいなやついるんだけど、いや、そいつはね、このガチャにいないんで、そうなったら仲良し4人組、これベニマル出ます、皆さん。これベニマル出ます。いや、ありがたい。シオンはガチ嬉しい。これベニマルですよね！ベニマル！うわ、お前誰だよ。一応ね、この子が光回復の半減35倍4コマか3固定1ダメージということで、この子ネテロと相性いいんですよ。ネテロの相方みたいな感じで結構強いみたいな感じでね、まるで話題になってなくて僕の中だけで話題になってるんですけど、いやだからね、この子いい感じでね、うーわー、でもいいんじゃない、おじいちゃん出すぎだろ。そしてでもおじいちゃんの武器めちゃめちゃ強いんですよ、この白狼の仕込み刀。いや嬉しいね。白狼はもう出るだけ出ていただいても構いません。ダイヤ率えぐくない？そして待って、これおまけがガチャってこれ何出んの？多分ね、いや、待って、なんか結構このテンスラガチャやっぱ期待されてたから、おまけはやばいんじゃない？イベント虹メダル 100% ガチャみたいな、それぐらいのレベルでもいいと思う。あ、ワンチャンあるな、イベント虹メダル。デブすぎ、いやデブすぎる、いやガチデブ、あーすごいデブ。ちょっとまだ5連で引こうか。ちょっと5連で引かないとね、動画時間が長すぎる。まあお前が喋んなかったら動画時間早く終わるんだぜって言われたら、まあ、あの眉間をねすごいベロで舐めながら確かにって言っちゃうよね。すごいベロ長すぎだろっていうツッコミは縦置き。オッケーさ、さ、引いていこうか。これで5連続で引いちまいますよ。5連続す、あれですわ皆さん、これね、5連続で引くっていうボタンを押した瞬間にも中身は決まってるんですよね。僕の理論で言いかせていただきますと、まあ僕のロジックで言わせていただくと、まあ真実はいつも一つなんで、いやこれはい押した瞬間に中身が決まる。だから一番重要なのはここのタイミング、こういうのが大事っていうわけは、この絶妙なタイミングで、ね、いやもう完全に騙されたぜ。オッケーさ、騙されたぜ。じゃあ僕騙されてんじゃん。じゃあこれ全部金玉だわ。いや大丈夫ですよ、今のところ金玉がガチ全然出てないから。なんかさっき一瞬金玉出たよね。誰だっけ、あれだわ、ヤムザだわ。なんか中指担当みたいな。なんか私たち、なんかスーパーアイドルグループ、中指担当ヤムザですみたいな感じのヤムザが出たんだったら、オッケーさ。じゃあ引いていこうか。なんかね、あの立派な服を着てますせ。なんて？いや、立派な服を着ましてね、こちら。可愛らしいフェイスしやがって。ガチ顔色の悪さだけ気になる。そしてなんかこれ影なのかもしれないけど、あの右手だけ色が若干濃い。なんで？色素沈着？ちゃんと手洗ってる？いや、なんかめちゃめちゃ茶い、あの、なんか黒いんだけど、あっちだけ。オッケーさ、引いていこうか。リムル、お願いします！オッケー、ダイヤ、全ダイヤ、ダイヤ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 、金玉がサブリミナル効果。止まれ、いや止まんないんですよね。誰だ、なんかね、これ2とかやめて、1所持なんですわ。皆さん1所持です。いやガチ嬉しいわ。さあランガも喜んでるぜ、めちゃめちゃ興奮しておりますわランガも。オッケーさ、止まれ、ガチ止まれ。いやー止まんないんだよね。いやすごい、うわセクシー美女来ました、フレイ。オッケーさ、ねフレイ、ほぼねフライなんですけど、いやねめちゃめちゃカラッと衣が上がって美味しそうな名前してるんですけど、これ一生地ですよ。いやまだこのダイヤの可能性あるわ。ここ金玉ゴブタとか欲しい。ゴブタマジ好きなんですよね。あ出ました、このイノシシガチ勢一生地ね。オッケーさ、次のダイヤがガチで重要。これ止まらないとかもうありえないからね、このポコンってそのまま行っちゃうのはこれナンセンスですわ。山本、お前のすごい美術センスは僕は求めてる。止まれ！よっしゃ！かーい！シズさん、なんで？
が絶妙なラインがすごい続きますけれども、炎の精霊イフリート、すごいなんかこっちに来なみたいな包容力えぐい彼氏みたいなポージングしやがって、彼女にねこっちに抱きついてごらんみたいなポージングしてるわ。これ金玉子誰？これゴブタが欲しいです。僕ゴブタがガチで欲しくて、ゴブタが一生出ねえんだわ。ゴブタが一番推しなのに、これが、あーでもこの子強いんですよね、ミューランも。オッケーオッケーオッケー。ちょっと落ち着くためにこの今日のね朝10時に募集してた内容を見るわ。リムル&ベルドラがまあログインスタンプで出てる、まあこの方は犯罪者ですね。でこれ、あ、コシアンさんね、これ YouTube やってらっしゃるコシアンさんが、リムルが4体ぐらいいるのかな、わかんない、3体ぐらい、まあまあ犯罪者ですね、この方も。まあ犯罪者、ベルドラがあったら、まあ犯罪者かな、あ、犯罪者まみれ、まあ犯罪者集団がここのリプラーにたまたま集まってる、テロ行為みたいな、ね、なんかすごい、あ、えげつないです、これ本当にやばいです、これ化け物、あ、すごい化け物たち、オッケーさ、これでね、今ね、なんかあの、皆さんからの、すごい語行が差しまして、私がそれで、光合成をして、葉緑素を皆さんに分配していくという、そういう作業が終わりましたんで、これガチャ引いていこうかなと思います。まだ5連だわ、5連でいいよね。オッケーさ、いやすごい体力の消費がえぐい、ガチで喜怒哀楽がこの動画に詰まりまくってます。オッケー、引退かかってます、ガチで。いやこれ魔法石集めるのどんだけ苦だったかわかります？この5月のクエストダンジョンの石ね、これ1個もガンダムに使わなかったですからね僕。いや全部ね課金のゴリ押しでガンダム引いたんだよ。オッケーさ、引いていこうか、5連ガチャ頼むぜ。いやガチで頼む。いやこれマックス村井引きいくか、マックス村井引きいきます。これマックス村井引きはですね、まあ前も動画でやったんですけど、これ頭とかお腹を撫でると、お腹メインだったかな、でお腹を撫でてる時にこれ、あ、今これリムル中に入ったねみたいな、あ、これリムル今在庫ありますっていうタイミングがね、あの村井さん曰くわかるらしいんですよ。なんでそれが、あ、これリムル入りました、ミリム入りましたっていうタイミングでいこうか。ミリムとリムル入ったタイミングでいくわ。あ、ミリム入ったねこれ。あ、リムル入ってる、今だ、今しかない、ガチで今。いや来い、ダイヤダイヤダイヤ、お客さんダイヤ3つあります、止まれ。シャー、いや全然やないかい。待って、すごいマックス村井みたいなやつ出てきた、これ誰、すごいなんか50年後のマックス村井みたいな、怒られそうガチで。いや出てきました、ありがとうございます。5本指のなんていうの、これ薬指なん、読めない、これなんていう、指指わかんねえ、ガチわからん。さあアダルマン、いや頼むぜアダルマン、お前の存在がアダとならないようにみたいなね。かー、オッケーさ、引いていこうか、オッケーさ、止まれ、よし、村井、ガチ村井なの、おマジで村井すぎる可能性あります、これ。むーる、きたー、しゃー、え、マックス村井すぎない、待ってこれどうしよう、あのサムネとタイトル引退って書けない可能性ある、いやまあいっか、あのタイトル先します。オッケーさ、あぶねー、が村井すぎる、ガチ、え、え、待って、チャンネル登録しようかな、いやチャンネル登録してないんかいっていうね、いやガチ嬉しい、はあ、やばい、マックス村井ガチ勢になりそう。もうちょ、これシンクロ覚醒つけていい、初めてやります、シンクロ覚醒。うわし、全然何のあの演出もねえわ、しょぼおけさ、あ、いや、待って待って、ミリムかと思ったらミリムじゃなかった、あ、なんか可愛らしいお姉さん来ました、やったしゃよっしゃ、よし、ガチ嬉しい、皆さんすみませんね、引退を望んでた方。いやどうしようかね、これ僕引退しなかったら引退動画じゃなかったで、これあのサムネとタイトルどうしようっていう、そういうのが一生あるんですよ。いやちょっと皆さん僕のこのツイッターのあれ見てもらおうか、これ一旦、いやもう予言しちまってましたよね。この私の悩みは、もし神引きしてしまった場合のサムネとタイトルどうしようですということで、いやね、これはまあ私からの今回この神引きをさせていただいたので、今回の私の見解としては、ゴリ押しでサムネタイトル詐欺をします。こんにちは、動画撮り終わった後のウルです。いやね、ちょっとリムルを当ててしまって、ちょっと神引きなのかなわかんないけど、ちょっと引退ではないかなみたいな感じの動画になっちゃったんで、いやガチどうし、申し訳ないんですけど、これねガチャ動画を撮りました。引退したのか、ドスコイウキウキワッホイホイなのか、君自身の目で確かめよう。2024年5月22日金曜ロードショーでツイートしたらですね、皆
さんからこういう感じ、引退おめでとう、引退しててほしい、もう引退しててほしいに感謝はどういうことやねんという状況なんですけど、なんかね、僕のあれ謎なんですけど、なんか僕のね動画って、あの引退をなぜかやたら期待されてるんですよ。引退期待されてるってどういうことやねん。いやガチで村井さん、いや村井すぎるんだけど、ガチでアップバンク入社したい、本当になんかマックス村井さんのなんか靴を一生磨き続けるバイトとかあったらマジであの雇ってほしい、頼みますガチで。いやメガネもうギリ拭きます、なんか頼まれたら、頼まれてないんだったらメガネは拭きたくないです、なるべく。オッケー、さあ飛行か5連続。いやガチ村井なんだけど、いやマジで、いやなんかあれなんで市役所とかで名字って変えれるっけ今からでも。いやいや待て、僕が、あれか、あの村井っていう人と結婚したらいいのか。いやそうか、あのマックス村井さんって、あれ言いましたっけ、お嫁さん、まあいなかったら僕あの妻候補第一候補でお願いします、ガチで。オッケー、さあこれミリムが入ったか確認しようか、これマックス村井引きもう一度いきます。いやガチで、マックス村井引きがガチすぎるこれ。音を聞くぜ、これ左耳で。今入った、ミリム今入った、完全に入った、これはダヤダヤダヤ。村井、待って、村井、村井、お前村井、村井、村井なの。え、一回上げてからの下げてからの上げて下げて、いやびっくりした、いやでも村井だわ。え一瞬ガチでビビったけどね、ミリムのあのなんかあのなんていうの、眉間が映った瞬間に。ただこの金率はどういうことこれ、本当にあのこれ一生5豚出ないんだけど、これ5豚待って、あやばい、5豚が一生出ない、僕のあのえこのえ待って、この作品で一番の推しの5豚が出ないんですけど、僕のこの5豚ってあれね、なんかあのすごいなんかピーマンみたいな顔してるやつ、こいつ玉ねぎとピーマンのハーフみたいな顔してるんだけど、いやこいつガチ欲しいんだけど。いやただえやばくないマジで、えほとんど当たってない僕、いやほとんどはではないか、いやマジでめっちゃ当たってるんですけど、今回引退せず済むかもしれません。お前待って、ベニマル当たってねえじゃねえか、いやベニマル当たってねえし、いやベニマルは待って、ベニマル当たってないのさすがにヤバすぎる、いや待って、ベニマルは欲しいです、ベニマルはガチでいる、いや待ってやばいです、引きますこれ。皆さんに神引きというものを見せ上げますよ。これここからはね単発引いていこうか、あと7回しか引けないから。オッケーさ、これねあのめちゃめちゃねあの肘が痒い、今すごい肘が痒いんですよ。いや本当にこれ肘をかきながら引いたら何が出るかな、あーダイヤなんですね、からの止まるかしら、あー出るだよね、おじいちゃんは確かに肘痒い時あるよね。いやちょっと待って、白露当たりすぎじゃない、なんか白露ファンクラブ所属してたっけ、ファンクラブのなんか会員特典みたいな感じで白露が永遠に出てるんだけど、いや出すぎやろさすがに、いやめちゃめちゃ出とる、いやリムルね、でも1体当たりました、まあ270個使ったんで僕も、いやこれは本当に検討させていただきます、いやガチでありがとう。オーケーさん、いやいいね、ガチでいい、嬉しいな、おい、オーケーさん今ねすごいなんかいろんなできる限りの踊りをいろいろやってる、今ステップ踏んでる、ステップの音聞こえる、みんなラムなんかサンバのリズムを知ってるかいみたいな、いやオーケーさん弾こうか、いやガチ嬉しいわ、もう本当にもう防音室で熱中症になりそうだわガチ。オッケーさあ弾こうか、いやこれさらっと弾くのが一番いいんですよね、さらっと弾いたら何が出るかなみたいな、あ金玉だ、いやもういいって、この中指もういいんだって、中指ガチ当たりすぎ、これ中指って武器強いんだっけ、あーなんか黒飛び大接待武器みたいな見た目しやがったこと、いやーいらないね、もう中指はいりません、ゴブタください、ゴブタが本当に欲しいです、ゴブタが好きって言ってんじゃん、いやゴブタ欲しいわマジで、ベルドラも欲しいし、あとミリム欲しいし、いや引こうか、あと5回、まあ5回ゴブタの5だわ、いや来ましたこれ伏線回収来ましたね、山本お前粋なことするじゃねえかよと、これゴブタが出すためにはやっぱ5回目じゃない、あと5回引けますの5でゴブタを出す、それだったらね5連ガチャでゴブタ出せやった話なんですけど、オッケーさあ引きます、これ下げてねがジャストで出た瞬間で引くわ、せーよっしゃさ、ジャストなのかは分かりません、けーよっしゃ止まれガチ止まれ、あとお兄さんこれ本当に待って、今回僕めちゃめちゃ最高のコラボもしかして、いやもうだから一瞬びっくりするんだよなこれ、一瞬びっくりするの、いらん
これ一番いらんかもしれん、サイレアン中で。これあんまり僕この子、まあ一体いたらいいかなみたいな武器運用で。いや、ミリムが一瞬こちらチラリと映ってくんの何？一回リムルじゃない、リムルじゃない、ミリム。ミリムの画像一回見ていい？ミリムどういう見た目だっけ？なるほどね。すごい、なんかカメハメハ、なんか生まれたてのカメハメハみたいなポーズね。オッケー、さあわかった。よっしゃ、あと4回。あと4回、もう5連の選択肢は消え去りました、ここから。よっしゃ、ミリム当てようか。ここまで来たら完全神引き勝利で終わるわ。このリムル一体当たりましたは神引きなのか、絶妙なラインすぎてどういうサムネとタイトルしたらいいのかガチでわからん。オッケー、さあ4回引きますわ。皆さん、4回引きます、これ。いや、よかった、ガチで。いや、ありがとうね。昨日出した動画、あ、もう、たぶんあれか、パーティー崩したのか。いや、昨日上げた動画のおかげでこれ神引きできたのかもしれません。昨日動画上げたんですよ。まだね、昨日、今日から、なんていうの？テンスラコラボが始まったんですけど、この動画使ったんですよ。昨日だからまだ実装されてないのに、テンスラコラボのキャラを出す、使ってみたみたいな。テンスラのスライム使ってみたみたいな。まあ、転職をね、考えてるスライム使ってみた。略してテンスラみたいな感じの動画上げたんで。いや、これのおかげで、まあ、テンスラーと、まあ、パズドラ運営さんがね、いや、楽しいことしてくれるじゃないかい、みたいな、パズドラのこと盛り上げてくれてありがとう、みたいな感じで、多分出てるんだと思う、このスライムが。オッケーさ、引かせていただこうか。あと4回。まあ、めちゃめちゃ不吉な数なんですけど。オッケーさ、引かせていただこうか、これ。まあ、いや、あと4回の4。まあ、4は死とも読めるよね。まあ、転すらの死ですよ。オッケーさ、何にもかかってない。オッケーさ、まあ、転生したら、シャームだったけみたいな。オッケー、金玉！いや、ゴブタって実装されてないんだっけ、このゲーム。ゴブタが一生出ないんだけど。なんで？これ、ゴブタ？なんで？すごい、ゴブタが一回実家に帰省してる可能性はある。防御陣形を整えるっすよ。今多分防御陣形整えてるんだろうね。いや、あまりにもさ、防音室が熱すぎて、今さっき防音室から出て部屋の中入ったんですよ。そしたらね、めちゃめちゃ虫が飛んでた。すごい可愛らしいよね。なんか元気に羽ばたきやがってガチで。オッケーさ。いや、ここで、ね、一旦リムル当てようか。いや、間違えた。ミリム当てみようか。いや、もう名前ややこしいんだよね。アニメ見てる時から思ったけど。ミリムとリムルの名前が似すぎてるガチで。これ巷ではね、これミリムとリムルのこのアンドキャラ、これミリムルみたいな感じでいようかなみたいな感じ言ってるんですけど、なんかすごいね、なんか仲良し、この子たちね、マブダチなんですよ。二人ともめちゃめちゃ親友みたいな感じなんですよね。だから名前似てんのかなみたいな。なんか運命の赤い糸で結ばれてましたみたいな。僕も解明しようかなガチで。なんかミリムリムルナムルみたいな、すごいなんかもやしと相性抜群すぎてヤバすぎた新百式みたいな、そんな動画投げようかな。だからそんな動画ねアップしちゃおうかな。お前なむるぞ。よっしゃ、それじゃあ当てようか。いや、カツ丼食べた甲斐があったわガチで。カツ丼とチキン南蛮の力がマジで出てる。だからここでミリムも当てて、もう完全勝利でこの動画終わりたいわガチで。よっしゃ、それじゃあ行こうか。下げてね、行きます。下げてね、お客さん。こいとやつダイヤ、いやダイヤ、お客さん来た。からの止まれガルドルベリバルガーおじいちゃん。この度はですね、こちらカリオン様のことを、白狼と間違えておじいちゃんって言ってしまったことに対して謝罪をさせていただきたいなと思います。いやね、そもそも白狼のことおじいちゃんって呼ぶなよという方に関しては、確かに、いやガチで、いやいや、すみません、なんか一瞬なんかね、白狼に見えたわ。そしたら、ね、なんか思ったより金髪だったみたいな、金髪と銀みたいな、金と銀みたいな、ウコンとサコンみたいな、風神と雷神みたいな、右折左折みたいな、そんな感じ、 S 曲 N 曲みたいな、そんな感じのね、キャラクターでした。 OK、 さあ引こうか。あと2回しか引けません。え、あと2回しか引けないの僕。待って、何が出てない？今なんか結構出てなくない？全然出とらんやないかい。めっちゃ被っとる。いや、これが、ヤムザが3体で、これが4体、シオンは1体だったよね。白狼が、被りすぎだろ。すごい被ってる。いや、被りすぎじゃない？いや、ガチ被りすぎなんだけど、これ。オッケーさ。まあ、そんな時もあるでしょ、みたいな。ふっふっふ。これも良きかな。趣深すぎ。オッケーさ、引こうか。あと2回。あと2回で、ミリムとベルドラとゴブター出して終わります。あと、幻の1回どこ？オッケーさ。なんか、ちょうどね、なんか、あれじゃないかな？なんか、ミリムとベルドラがなんか二卵性掃除みたいな、ソーセージみたいな感じで、なんかたまたま一つの卵から2個出てこないから。オッケーさ、引こうか。いきます。ここで魂の下げてね、いきます。うわー、フルパワー下げてね。オッケーさ、これは寿命を10年削ります。最悪、どうした。
寿命を10年削ってなんか金玉出てきたんだけど、そういうこと？なんか金玉片方切除したから寿命10年縮んだみたいな、そういう伏線回収いらねえんだってガチで。いや、あと1回ですわ。まああと1回ならば、まあ最後にミリムかリムルどっちか当てて終わるわ。まあミリムがどっちか当てて欲しいけど、まあリムルもどっちか当てて欲しいわ。オッケーさ、どっちやね。オッケーさ、引こうか。いや、ミリムとね、リムルとナムルの友情、ここで見させてあげようかなと思いますよ。オッケーさ、ナムルの力、ここで見させていただきます。オッケーさ、もやしのナムルは俺にお任せいきます。さあ、最後の一回、皆さん行こうか。うわん、回しまーす。オッケーさ。すごい、いつもお前は本当に顔色が悪いな、ガチで。もうなんか心配なことあったら、なんかね、早めに言っていただいたら、なんか薬とかね、なんかその、風邪気味だしょ君。だしょなんか君風邪気味でしょ。だからね、なんかその言われたらなんかポカリとか、なんか早めのパブロンとか持っていくぜ。やっぱパブロンは早めに限るってなんかことわざもあるしね。いや、パブロンガチで早めに持っていくから教えてね。これガチやばかったらマフラーも巻いてるし。いやね。いや、引かせていただこうか、ここで。なんかこのね、可愛らしいお腹がタプタプで、なんか黒いニットみたいなやつ見えてね。いや、可愛らしいぜ。オッケーさ、飛行か。最後にダイヤからの止まってビギビギビギボッカーミリム、これでいきます。オッケーさ、すごい、もうめちゃめちゃこれでなん、あの台本は出来上がりました。オッケーさ、いきます。頼むぜガチで。最後に村井を信じます。ミリムの入る瞬間見極めろガチで。これに信じた、さっきの村井を信じた僕を信じろ。いきます。来たミリム、ここミリム来た。オケさん、ダイヤからの止まれ、いや村井ボケ。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。